どうもこんにちは、タムジョーと申します。よろしくお願いします。ということでやっていきましょう。最近の動画見てもらってる人ならわかると思うんですけれども、東日本実業団陸上の 1500m が間近に迫ったということで、最後のねポイント練習をするということで、本日の練習メニューは2000プラス1000プラス400をやろうかなと思っております。2週間前は結構ねトゥーラップスさんと一緒に練習してた時はめっちゃハイに刺激入ったんだけど、正直沖縄の時は長い距離をゆっくりなペースだったからあんま刺激は入ってないわけよ。で最近もあんまり怪我してて練習できてないから、ちょっとここでハイ入れておかないとちょっとなんかふわふわする感じがあるのよね。だから今日ちょっと一発ガチンと入れて、まあ試合前ぐらいにちょっと刺激入れて本番という風にしようかなと思います。タイムの方は、まあ、ちょっと今日挑戦の意味も込めて2000が66ペース、66 1000m ですと2分45ぐらい、2分45通過で、次の1000が64ペース、64 2分40 2分40。でラスト400はまあ感覚だけど、まあ60ぐらいでいければいいかなと思います。今日しっかり気合い入れてやって自信つけたいと思います。それでは早速やっていきまーしょう。久しぶりに気合い入りますね。2000、1400だね。2000乗り切ればなんとかなるかなっていう気持ち。 OK 頑張りましょう。おっしゃ OK、 じゃあ行きます。 OK、 よーい、ゴー。最初の、1周目 2000m は、2分45のペースですね。なんで 400m を66秒のペースで走ります。本人曰くこの2000の練習がいつもは結構簡単にこなせる練習なんですけれども、ちょっと足の故障もあって結構そこが体力と足の筋力的にも落ちてないかが心配って言ってたので、ここを66秒で乗り切れるかどうかが本人のこの練習の成功の分かれ道になると思います。55秒ですね、今。 OK、 1周目 400m 62、63、64、64秒、ナイスペース。結構いいペースで刻んでます。1000m 通過が2分44秒ですね。いいペースです、いいペースです。2分44秒です。はい、1200、3分15、3分16、3分17秒。 OK、 いいペース。 1000m 2分44秒、ナイスペース。結構いいペースをしてます。怪我明けとは思えないぐらいかなりいいペースです。この2000を抜ければ本人も自信になるって言ったので、このまま頑張ってほしいです。計1600、4分22、4分23秒。 OK、 ナイスペース。 1000m が2分45秒ペースなので 2km がだいたい5分半ですね。5分半切れれば 2000m のクリアです。5分25、26、27、28、29、30、31、32、5分31秒。ナイスペース、いいペース。次このままつないで 1000m 2分40秒ですね。64秒のペースです。2000と 1000m の間は 1000m ジョグでつないでいます。だいたいペースは記録をいかないぐらいだと思います。 OK、 ファイト。向こうで 1000m。 OK、 2000m の後の 1000m 始まります。オッケー、行きます。よーい、ゴー。 OK、
で、この 1000m は再三なんですけれども2分40秒、400m に換算すると64秒のペースで走ります。 2000m を乗り切ることができればこの 1000m は気持ちよく走りたいと言っていたので、まあ、調整も兼ねて走ってもらいたいと思います。ゲーファイト。200通過30秒です。 200m 通過30秒。で、 400m 通過が63秒ですね。設定タイム通りです。 OK、 いいペースよ。ナイスペース、ナイスペース、頑張れ。いいペースね。600通過1分34秒です。ナイスペース。今日の朝、足の調子について話したんですけれども、前までちょっと痛かった右膝が、感知していて、結構足の状態もいい感じなので、このまましっかりポイント練習を積んで調整ができれば本番間に合うという形になりそうです。33、34、35、36、37、38、39、40、41。2分41秒、 1000m 2分41秒。ナイスペース。ラストは 400m、 これを60秒で走ります。タムジョーが目指している 1500m 3分50秒切りが、 400m の1周平均が61秒なので、最後の 400m で試合のペースに持っていくという形ですね。この 2000m と 1000m は、肺に刺激を入れる、練習で、この 200m が実践に近いスピード練習になります。 OK、 1000m 2分41秒。いいペース、いいペース。 OK、 ラスト 400m、 ラスト60秒ですね。このスピードが出せるかどうかが本人の課題と言ってましたね。この 2000m、 1000m の後に400を60秒で走れるかどうか。200通過が30秒ですね。このまま持ってくれれば。60秒97。ナイスペース。きつい。やばい。やばい。結構きつい。三途の川見えた。三途の川な。いやー、ちょっと重いね。ちょっと重い。一応、1本目の 2000m、 これが5分31秒で、2本目の 1000m が2分41秒で、ラストの、400m が60秒97、まあ、約61秒って感じだったんで、まあ、一応設定タイムニアピンぐらいでは走れてるのかな。いやー、この1秒が今後でかくなってくるな。なるほどね。後半めっちゃ息荒れるし、なんか足もそれ連動してついてこない感じあって、なんか前のキレがちょっとないなっていうのを今日はちょっと走ってみて思いましたね。なるほどね。今日は今日でこれでもう終わったから、これで終了で、あとの毎日3日4日をどう過ごすかが今日大事だと思うんで、まあ、ここはちょっと焦らずね、できることやって調整していきたいなと思います。まあね、今日走れたことをプラスにして、あと頑張っていきたいと思います。はい、ということで本日は2000プラ1000プラ400でした。皆さん見てくれてありがとう、ありがとう。次回もよろしく。バイビー。ありがとう、ありがとう。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。